さて、2023年度8月の藤井寺鉄道定例会議を開議します。準備はよろしいですか？開始する前に質問いいか？青函秘書管理、どうぞ。今月は通常より数日早めて定例会議を実施しているが、何か理由があったりするのか？8月27日から1週間ほど複数名遠征に出向くのでな。出張先で会議をするのもあれなので数日前倒しした。了解だ。開始前に聞きたいことは他にありますか？なさそうなので、定例会議を開始します。それでは各部門の報告をお願いします。王子支部です。FT 大阪線第2回ダイヤ改正から運行を続けてきた空港連絡特急エアポート9月1日をもって運行を終了します。廃止の原因について念のため説明をよろしく。2ヶ月前に FT 八田線の発着順を変更するダイヤ改正を実施しましたが、それ以降当該列車の定時率が大幅に下がり、利用客も減少したため、やむを得ず廃止する手段を取りました。定時率の低下って何があったんだ？東鉄長田屋奥空港間の所要時間が27分から28分と60分サイクルで運行するにはあまりにも折り返し時間がなかったというのが原因です。そういえば、長田も屋奥空港も誘致線がなかったな。でも、周辺の駅に誘致させることくらいはできたんじゃないか？そうなると今度は長田駅が問題になってくるのよ。どっちにしろ利用者がかなり減ってしまっているから、それだったら廃止した方が良さそうだし、特急廃止に伴い、長田35分発の列車が空白になったため、今後ここの穴を埋める列車の運行を考えています。ちなみにどの方面への列車を考えているのよ？現状検討がついていませんね。一応報告することは以上です。藤井寺社用です。串浜高速線の河原町小浜間の建設は完了しました。今後は運行ダイヤに合わせて車両の増備を行っていく予定です。また、東大阪線富田林河内長野間の6両編成対応工事は完了しましたが、輸送指令から各駅停車の6両編成統一化の認可が下りていないので245系の増結車両は製造していないです。了解しました。今回のダイヤ改正では両数の変更はなしですか？いえ、朝ラッシュ時と夕ラッシュに運行する8両編成の急行は富田林で切り離しを行わず、松原から河内長野まで8両編成で運行します。了解しました。長里軌道です。前回案を出した大阪市外環状線の建設内容を固めました。車庫の建設はどこを予定している？長里木津川、清水、長田の3駅に数千程度の誘致線を建設。メインの車庫は針中の検車区の予定です。ところで伊丹空港検車区、車庫の容量に余裕ってありますか？いや、あまり余裕はないな。何かあるのか？重曹から伊丹空港線に短絡線を伸ばして伊丹空港検車区に入区させようかと考えていまして、できれば伊丹空港乗り入れはやめてほしい。伊丹空港線自体あまり余裕がないのでな。わかりました。重曹付近でなんとかします。そういえば藤井寺社用、具編成の主要部検査は終わったのか？あ、忘れてた。具編成と H 線系の主要部検査は問題なく終わったよ。ありがとうございます。輸送指令です。伊丹空港線、東大阪線を中心にダイヤ改正を実施しました。後ほど詳細は説明します。貨物物流管理局です。北九州貨物線、阪和貨物線ともに問題なく稼働しています。富田林検車区です。東大阪線各駅停車は結局現状維持で行くんですか？まだ検討中なんですよね。6両編成に固定して大丈夫なのかっていう。それに一気に組み替えっていうのも時間がかかりますし。できれば早く決断してほしいんだよね。編成組み替えの計画は立ててある。編成組み替えの手段についてお願いします。現状全区間を走行する列車には最低11本必要だったから、ダイヤ改正までに事前に4両編成4本を6両に組み替え、そこからは順次4両を6両編成に増やしていく感じ。だとして6両編成が7本足りなくなりません。そこはどうやって補填するんですか？足りない分は3両編成の部区編成を2編成連結させて仮の6両編成を組むんだ。だとしたら大丈夫そうですね。輸送指令、どうしますか？そこまで計画を組んでくれておいて保留ってのも申し訳ない。わかりました。6両編成統一計画を認可します。了解、増結車両の増備を順次始めておくよ。青函指令書です。先月海峡線の白紙ダイヤ改正を実施しましたが、結果として順調、改正前より利用客が増加しています。比較統括です。臨時特急規制は運行を終えますが、結果としてかなりの効果が見られました。また、紅葉のシーズンが近づく頃に大淀線の吉野延長運転を予定しています。了解、延長運転の運行頻度はどのくらいを見込んでいますか？
列車数に余裕があるならば発多線直通を含めて全列車運行したいですが、本数は大丈夫ですかね。来月の定例会議までに見積もりを立てておくわね。青函鉄道だが、近いうちに私は定例会議に出席しなくなるぜ。出席しなくなるって何があったんですか？前々から感づいている人はいると思うが、青函指令所と話す内容ってのがほとんど重複していてな。そろそろ航空の方も活発になるだろうし、その時に交代する。申し訳ないな、話すことほとんど持っていってしまって。仕方ないさ、ほとんどがダイヤ関連の話なんだから。そろそろ会議の続きをしよう。最後に会計統括よろしく。その前に藤井寺社領に一ついいか？はい。何かありました？中央環状線東部の線路分離工事をそろそろ考えるべきかと。そういえば今まで工事してなかった。最近大阪環状線の遅延をよく受けているから急いで着工するよ。改めて会計統括だ。8月は行楽シーズンということで全体的に黒字だ。全部の路線で7月から収益が増加している。会計統括からはとりあえず以上だぜ。それでは、9月1日のダイヤ改正について確認をお願いします。まず、伊丹空港線から。新規で伊丹空港関西空港間の空港連絡特急を運行します。名称はエアポートアクセスとしています。エアポートアクセスですか。しかし、伊丹神戸間のアクセス特急も設定する予定とのことですが、重複するとややこしくなりませんか？そうですかね。また、この列車の運行開始に伴って東大阪線特急ホワイトビーチの北行きの発車時刻が20分ずれます。わかりました。富士鉄松原駅の発着番線などを再確認しておきます。そして、ラッシュ時急行の富田林切り離しを廃止、富田林河内長野間の運転が5両編成から8両編成になります。待って、8両編成？先月6両編成としか聞いてなかったけど、念のため8両編成分まで伸ばしていてよかったよ。すみません、前回の定例会議で伝達するのを忘れていました。とりあえず急行の切り離しはなしと。日中は5両編成のままですか？そうですね、日中は変わらず5両編成ですね。わかりました。青函指令所は現状維持だな。来月あたりに函館市街線に空港線を加える予定だ。空港線は千代田大公園から分岐して函館空港までを結ぶ予定だ。青函鉄道はそのくらいだな。わかりました。それでは、9月の活動予定をお願いします。王子支部は現状維持ですかね。エアポート廃止によってできた列車の間を埋める列車の設定について考えを積んでいく予定です。藤井寺社領です。245系の中間車新造、671系、673系の増備のほかに大阪市外環状線の建設も順次開始していく予定です。長里軌道です。大阪市外環状線の建設開始に伴い、針中の検尺の拡張を順次開始していきます。総合指令室です。長里軌道と相談しつつ、大阪市外環状線のダイヤを組んでいく予定です。藤井寺貨物管理局です。北九州貨物線も安定しているので、旅客化の準備を順次進めていきます。富田林検尺です。245系編成組み替えに向けて、準備を進めていきます。青函指令所だ。青森市街青森空港間を接続するアクセス列車を考えています。新型車両の製造を数編成依頼するつもりです。企画統括です。臨時列車の運行計画については先ほど報告した通りです。青函鉄道だ。今後順次函館市街に新路線を展開していく予定だ。活動報告をスルーされた伊丹空港検尺だ。今月は特に問題なし。来月は新規特急が入るようになるため、遅延防止のために整理をしていく予定だ。輸送指令、エアポートアクセスの車両は103系8000番台でいいんだよな。そうですね。それと、普通の特急列車と違ってグリーン車が中間にあるので気をつけてくださいね。わかったぜ。会計統括だ。安定した運行のために列車のメンテナンスなどは欠かさないでくれ。最後にニトリに連絡だ。あと1、2ヶ月くらいで以前注文した航空機が納入できるようだ。拠点は八尾空港の予定だ。そのため、そろそろ空港ターミナルや格納庫の設計デザインを考え始めておいてくれ。了解です。そんなに急がなくても大丈夫ですかね？運行開始は1月の予定だから空港ターミナルの建設はゆっくりで大丈夫だが、格納庫の建設はなるべく早めにお願いする。はい、了解。スペース的に余裕がなかったら関西空港貨物管理局の格納庫の拡張も考えておくよ。任せた。最後に報告したいことはあるか？なさそうなので、2023年度8月の定例会議を終了します。ありがとうございました。